プロレス、東京女子、31日、両国国技館。2年ぶり2度目の両国国技館進出となるビッグマッチ、グランプリンセス24のメインイベントで、新世代の騎手、渡辺美氏、24の挑戦を受けて4度目の防衛戦を行うプリンセス・オブ・プリンセス王者の山下美優、29がこのほど、デイリースポーツに対し、 大一番を目前に控えた胸中を打ち明けた気持ちは違いますでも2年前に初めて両国をやったからこそより会場の大きさ特別さがわかっているので2回目だからこそ東京女子全員で見せなきゃいけない姿があると思いますたくさんのファンの人も来てくれるので応援してくれるみんなに見せなきゃいけないものがあるのかなと思います そういう意味では超えなきゃいけないハードルみたいなものは高いものがあるのかなと思います。昨年10月にベルトも奪還して、再びチャンピオンとして両国のメインの舞台に立ちます。初めての両国でチャンピオンとして中島、翔子と戦った時は、このシチュエーションで戦うのは最初で最後かなって思いました。 こうして2年後に同じシチュエーションでメインでチャンピオンとして立つのは何があるかわからないなというのと本当に嬉しいですね。挑戦者は1月6日に新宿フェースで渡辺選手に決まりました。3ヶ月弱という前哨戦のスパンはどうでしたかだいたい両国の前とかはこれくらいの期間があるのでそこまで考えてないんですけど。 より準備はしやすいのかなと思います。今回じっくりミシのことを考えられたし、自分が防衛した先のこともじっくり想像できたかなと思うので、濃い時間になりました。渡辺選手が強くなっているのは、前哨戦で感じましたかそれは日常の練習をしている時から感じていて、一緒にトレーニングしている時でも、ミシの強さは特別だし、 最初から持っている強さもあるので、あと、一試合一試合、着実に強さを重ねてきてるなって感じるので、そういうところで一レスラーとして、渡辺美うたってすごく面白いなって思います。そういう相手と戦えるってすごく楽しみです。渡辺選手には2022年夏のシングルトーナメント、東京プリンセスカップ、で敗れました。 本当に悔しい思いがあって、けれど、どこかでちょっとだけワクワクしてる部分もありました。西の強さを感じて、ワクワクしちゃってる自分がいました。そこからもっと私も強くなんなきゃいけないと思ったし、あの負けは今の自分を作り上げる上で、いいきっかけになりました。ある意味では、渡辺戦での敗戦が、自身がより強くなるためにプラスに働いた。 はい。めちゃめちゃプラスになりました。そこから1年7ヶ月経って、渡辺選手もより強くなっているのは、肌で感じている。感じますね。両国の挑戦者として決まった瞬間も、そこより成長してる。環境で成長することってあると思うんですけど、そこがわかりやすく、心構えが変わったなと思うので、それは日々過ごして感じます。 前回は同世代の中島選手との対戦で、今回は新世代の渡辺選手と両国のメインで戦うことに関してはどう思いますかファンの人たちからは、そういう風に見られるだろうなって思うんですけど、当事者の私としては次世代だろうが、同世代だろうが、目の前にいる相手を倒すだけなんで、特に変わりはないと思いますし。 より強く自分を奮い立たせる状況ではあるのかなと思います。両国大会後、米国大会があり、そのまま約2ヶ月の米国遠征を行うことが決まっています。当然、ベルトは持っていきたいですよね。もちろんです。いろんな団体でいろんな選手と防衛戦をしていきたいです。海外においては、いろんなことに挑戦していきたい。 防衛してチャンピオンとして東京女子を広めたいです。防衛を続けてベルトを持って6月に帰国できたらいいですね。そうですね。なんならベルトを増やして戻ってきたいと思ってるので、それができたらベストかなと思います。それが自分の成長にもつながるのかなと思います。